こんにちは、お疲れです。今日はですね、愛知県長久手にある愛・地球博あとモリコロパークサイクリングコースにやってまいりました。毎度おなじみの運動不足の山本さんと一緒に来まして、山本さんは例のごとくレンタルサイクルのママチャリですね。事前情報ではスポーツサイクル等もあるそうなんですけども、しばらくちょっとなんか整備のために貸し出しを中止しているそうで、まあ、山本さんお得意のママチャリですね、お買い物自転車で今日はインカムトークでやっていきたいと思います。まあ、ここのコース走るにはママチャリでもヘルメット着用が義務付けられていまして、山本さんお得意のルーディのエアロヘルメット、これが非常に役に立っております。今日は電動アシストなしでサイクリングです。今日は電動アシストのレンタルはありませんでした。まあちょっと秋口もなりまして、紅葉もちらほらと始まっている模様のこのモリコロパーク、アップダウンが多少あるという噂でございますが、山本さん日頃の運動不足解消してくださいね。はい。どんな感じですか、ノンアシストは。は、アシストなしの、電動アシストなしの自転車はどうですか、久しぶりに乗って。思ったより普通に焦げてます。普通に焦げてる。そう、キープレフトでお願いしますよ。もみじが赤い、まあ、ゆるゆるでいいんですよ。平日、そうだね、平日はスポーツサイクル OK みたいな感じで。今平日なの？そう、土日はダメらしい。これ愛・地球博ってだいぶ前にやったんだよね。何感とかわからんね、全然。そんな面影もなく、ただの森になってるね、運動公園。じゃあ、山本さんの愛知、ここら辺は紅葉が始まってますね。話が噛み合わんな、まっか。15番さん、ちょっとキープレフトお願いしますよ。キープレフト、後ろから速い人に引かれちゃうで。このペースで5キロって結構しんどいよね。私が受付してる時に、はあ、おばさんたちが2、3人来てね。それ、あ、ダメだ、おばさんがダメだ、おばさんがダメだで、NG だで。私が受付してる時に、お姉様たちが戻ってこられまして、はい、余裕って言ってました。何が余裕なの？このコース1周なんて余裕って。レンタル自転車で22インチがあるみたいで。それは何インチのやつ？26です。ちょっと小径のやつ乗ってたんだ。お姉様方は小さい自転車に乗ってます。何が小さいんだ、サイズが小さい、車輪が小さい、サドルの高さとかが低いみたいで。うん、ですよ、もう少しペースアップしてもらってもいいですよ。ペースアップするの、うん、なんで？動画にこうスピード感がほぼない。それ無理しなくていいからね。空気入ってるのかな。入ってるかな。また出ました。得意だね。またダンシングで。タイヤの空気入ってる？入ってる。なんで？どうしてですか？また重たい。重たいんですけど。自転車が重たいんだよ。毎回言うように。この先休憩所です。もう休憩所。何があるの？サツキとメイはない。ベンチがあるだけ。ああ、その先なんだ。サツキとメイのを見てみたいな。キープレフト、キープレフト。後ろから自転車来るよ。後ろから自転車。今道がゴツゴツしてて、それ避けようと思って。もうミッキーってなんだそれ。なんか自転車抜かれるときに。
振り返って見られてるような気がするんだけど。どうも俺たち知名度が少ないからいいね。知名度が低いもんだからみんなスルーしてってくれていいね。知名度が低い？知名度が低いみたい。ここの公園が？違う、俺たちが。みんなスルーしてってくれるよ。あーとか言って、あーとか言わない、言われることはないよね。あれとか、いつも見てますとか絶対ないね。安心だよ。もうそのエアロヘルメットがそのうち有名になるんだって。ママチャリにエアロヘルメットの、ね、山本さんって。ああじゃない、これ運動になるのかこれ。このペースで何か、まあそうだね、エクササイズ、エクササイズいいんです。気分よくサイクリングです。あ、気分がいいということでね。日差しもあって気持ちもいいし、紅葉見ながらね。まだ紅葉はしてないよね。まあちらほらだよね。アスケが近いんだよね、この辺は。え、アスケが近いんだよね。あのアスケのこう、コーラン系、何だったっけ、コーラン系、コーラン系っていうの。2キロの看板がある。まだ2キロしか、2キロしか走ってないの。これランニングした方が早いな。紅葉が赤くなってる。あ、こういうことね。紅葉がしてる、し始めてる。人がいる？どこに？人いる？どこに？じゃあ人がいるかどうかで。人がいる？人がいるなら行かないけど。どこにいるの？じゃあ人がいるなら行かないけど。どこ？じゃあいるんだったら、いるかいないか確認して。どこにいるの？じゃあじゃあ、だからサツキとメイの家だよ。どこに？だからそこら辺にあるんじゃないのか。あ、でもギャーギャー言ってるね。ギャーギャーっていうか人が、人の声がするから。やめるよ。ね？行かないの？行かないよ、そんな人がいるところ。イチョウ並木が綺麗に紅葉しています。なんだ、レポーターかい。イチョウになんかまつわるなんかエピソードはないのか。何、臭い実食べた？臭い実じゃないけど、種は美味しいんだけど、実は臭いね。美味しくいただきます。美味しくいただいた話じゃなくて、臭いか臭くないかの話をしてたんです。イチョウの実の実って何ていうのだっけ。銀杏。そんなすぐに答えちゃいかんじゃん。何だったっけねえで、ボケんと。イチョウの実って何ていうんだったっけ。実っていうか、あの種の部分、種の部分はイチョウの実の中に入ってる種を食べるじゃん。あれって何ていうんだったっけ、あの臭いやつ。種は中身の実を食べるやつでしょ。種の中の実、種じゃんか。これ使えるのかよ。銀杏、銀杏。お、なんかいいじゃん、スピードが出そうで。雨降ってきたのかな。なんだ、鳥の巣かよ。まあこのインカムあるといいよね。え、インカムがあるといいよね。は、音量がそっち低いのかよ。音量ない？何言ってんの？音量、インカムから出てくる音の量。音量？うるさい。あんまり聞こえません。ちょっと止まって。え？うるさいぐらいにするわ。え？本当にもう、はい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 、聞こえるんで。聞こえる？はい。このぐらいの声でも聞こえる？聞こえます。じゃあいいや。でかい声出さなくたって。まだ聞こえる声。聞こえます。雑音なし。雑音もないよ。ノイズ入ってない。ないです。綺麗に聞こえる。聞こえます。こんなに離れてるのに。どんどん走ってっていいの。あ、どうぞ。いや、めっちゃ漕いでるんだけど、多分 GoPro には映ってないよ。GoPro には映ってないよ、多分。山本さん、 GoPro には映ってないぐらい離れてるんだけど、声は聞こえるね。はい。なんだなんだ、すごい性能じゃないか、この中華。これ中国製なんですけど、なかなかの性能を持ってますね。あ、これだけ離れて聞こえればいいね。ゴールまで 1.1 キロだって。
ゴールまで 1.1 キロ、あっという間だったね。なんだかんだ言ってやっとトークが温まってきたぐらいに終わってしまうんですね。ちょっと汗かいてきたよね。じゃあトークが温まってきたでしょ。そうだね。後ろからね自転車行くからね気をつけてよ。もう1台来たよ。なんかあるのかねイベントかなんか。ずいぶんみんな頑張ってこいでるね。練習な感じで。疲れた。ノイズが入ってるからだいぶ離れたんじゃない。早く来てよ。歩いてるの？歩いてないよ。歩いてるのと同じぐらいの速度で走ってる。5キロ地点ゴールまで 100m はもう終わりだ。もう終わり。疲れたってことですね。大丈夫。じゃあ締めの言葉でお願いします。動画の締めでお願いします。本日もご視聴ありがとうございましたってやつが。はい、今日もご視聴ありがとうございました。感想はねえじゃん。感想、今日もモリコロパーク楽しくサイクリングできましたとかなのかないのか。今日は5キロの道を30分かけてサイクリングしました。景色も綺麗だし天気も良かったし車もいないので楽しくサイクリングできました。今日はご視聴ありがとうございました。じゃあね。じゃあね。このポーズ取らなくてもいいの？ダメだ、ケツがでかい、ダメだ。ちょっとこの姿いいでしょ、疲れた感じで。顔が映していいのか。顔は NG でしょ。はい、今日もお疲れ様でした。